はい、みなさん、こんばんは。ラクタビ若村です。さあ、本日は11月の19日に 日曜日です午後の7時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ今日もですねライブ配信をお届けしておりますが前回のライブ配信の時にあともうちょっとで 800回今年中にいけるかなそんなこと言ってましたが実はあの時ライブ配信の回数を間違っておりまして780回目だと思っていましたらどうも回目だったんですもう疲れていたのか何かね8という数字が頭に残っていまして798と780を間違えて「を間違えて「 あと20回ぐらいあると思ってたら、あと2回だったんです。実は今日、799回目のこれライブ配信で、明日、800回を迎えます。拍手明日夜の7時からライブ配信を行う予定ですが、明日で800回目を迎えるということになります。まあ、月間楽旅通信とか、 また番外編も当初はお届けしておりましたので合わせるともうどうでしょう番外編が100回ぐらいありますしね月刊落旅通信が30回超えていますからもう優に900回は超えて1000回に近づこうかというこのライブ配信の回数なんですがまあまあ純粋にこの 毎日毎日ほぼほぼ毎日お届けしています。落旅通信ライブ版としては。今日。七百九十九回目で、明日。八百回を迎えます。拍手 <laughs>。何回拍手するんだ。ということで。まあ、重ねてくること、七百九十九回目ということでね。まあ、今日また旅くじを引きますけども。 当初は1日2回旅くじを引いていましたのでもう旅くじだけで言うと1000以上引いてるんじゃないでしょうかねいろんなお寺神社のお題をお届けしてきております、まあ、コロナ禍でなかなか皆様とお会いできず京都の魅力をお届けできないものかと始まったのがこのライブ配信でもう始まって2020年の春に始まりましたから21、22、23と 足掛け3年半お届けしているということなんでしょうか合ってますよね。ということで、まあ、このライブ配信も重ねることいよいよ800回目を迎えるということになりますのでね、皆さん、ぜひ明日も、まあ、特に何があるというわけではないんですけどもぜひお楽しみいただけたらと思います。さて、今日はでですね、ももう各スタッフととに、いろろんなところで紅葉の、 お寺神社のご案内をさせていただきましたまあ、とにかく今京都はもみじのシーズンを迎えておりましてもう至るところ今大きなにぎわいになっています今日森さんは大原に行きまして三千院または若行院などお参りをしてきました聞いてみますとも山間部の大原は ややピークを超える形になってておりましていよいよ山間部の方から山麓とへともみじ前線が移ろってどうでしょう次の週末あたりが比叡山のふもと一乗寺修学院あたりですとか嵐山、佐賀のあたりもピークを迎えてくるんじゃないかと思います。もうぐっ っとと今気温が下がが下てていいまますすので順調に色づきが来ているところも多くあります、まあ、場所場所によって少しばらつきの差はありますけれどもいよいよ山間部の色づきがピークを越えつつありまして山麓とへと紅葉前線が移ろっていますので来週末、そして再来週末とまだまだあと23週間は京都紅葉を楽しめるんじゃないかと思います。 森さんが大原に今日行きまして山村の方は今日は京都散歩で円通寺、落北の永山電車の木野という駅から明満寺や円通寺そして南へ下がりまして国天然記念物に指定されるみぞろが池の方までゆっくりともみじ狩りをしながら由緒のあるお寺を巡ってきたということなんです。 一う私はですね、今日、毛上げの駅に集合して、そう、すごい人でした。もう毛上げの駅というと、南禅寺、栄冠道、哲学の道と、毛上げから歩くこと、数分、数十分でもみじの一大名所が出てきますので、まあ、すごい人でした。今日は、ある団体の皆様と一緒に、 毛上げ界隈から琵琶湖疎水インクラインそしてコンチー院特別公開に行ってきました事前申し込みによって小降り演習の発想席長谷川東博の襖絵など特別見学で見ていただきましてその後に「南禅寺のもみじ」すごかったですね今年は JR 東海ソうダ京都以降そのポスターが南禅寺ということもあってか もう観光バスが、どん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 入ってきましたね。なんかコロナ禍から思えば、ああ、戻ってきたなーという、なんか感慨ひとしお、そんな感じもありました。観光バスが、数珠つなぎで南禅寺の方へと入ってきまして、もうもちろん門前のあの駐車場では止まりきりませんので、境内の方へとバスが誘導されましてね、縦に。 バスが 4, 台連なっていました多くの人でにぎわっていた南禅寺水路閣のあたりも見学をした後に門前南禅寺の門前といえば湯豆腐湯豆腐のお店で宴席を設けまして皆さん懇親を重ねられたということでした。まあ今日は 非常に京都もですね、安定したお天気で、最高気温がどうでしょう、15度を超えて暖かかったんです。昨日、京都は寒かった。私ね、東京にいたので、昨日は。東京はね、昨日、比較的暖かい感じでした。夕方にちょっと北風で、風が強くなって、ぐっと冷えましたけれども、もう京都駅に帰ってきてびっくりしました。寒いと思いまして、関東、 関西で全然気温が昨日違ったんですが今日はまた関西暖かく太陽もずっと出てましたので暖かい日和の中で素敵な素敵な本当にもみじ狩りができました南禅寺こんちんそして湯豆腐と素敵な今日も1日を過ごさせていただきまして先ほどオフィスに帰ってきたということでした さあ、それでは第799回目、今日も行きますよ。今日、ちょっと旅へ。本日も、どこかのお寺、どこかの神社へと、トークで旅をしてみたいと思います。それでは、恒例となりますが、この箱の中にはたくさんの旅くじが入っています。このくじを引くことによって、本日のトークテーマを決めてみたいと思います。それでは行きます。くじ取り式です。 さあいきますよ何が出てくるかいきます谷口さんのプレゼント企画もこの中入っていますから谷口さんの手作りの小物が当たるということもあると思いますいきます下の方から重なってないかなこちらこちらは本日のトークテーマとしてみたいと思います それでは続きまして、このくじの中身を改めます。くじ改めです。まずは、私が中身を見て、どんな内容か皆様にヒントを、一つ、二つ、三つと出していきたいと思います。皆様そのヒントを聞きながら、あそこのお寺かないや、あそこの神社じゃないかななど、ぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。わかったー という人はですね、ぜひコメント欄に「なんとか寺」「なんとか神社」と書き込んでさあどれぐらい京都を知っているか腕試しをしていただきたいと思いますそれではいきますくじ改めですいきますよ本日のトークテーマは何でしょうかおっとその前に「作かさんま」 9時が逆さまでした行きます本日のトークテーマおおわかりました今日ちょっと難しいかな ちょっと今日は難しい歴史上の人物の名前なんですが多分一般的には出てこないですつまり例えば源頼朝とか足利尊氏などよく京都検定の本でもまた歴史の本でもよくよく出てくるそんな歴史上の人物たくさんいますけれども今日のトークテーマは 人物の名前なんですがこの方のお名前は伝説 <laughs> くしゃみが出ました伝説の中で登場する人物です何の伝説なのか京都の南にある 今世界遺産に指定されるあのお寺あのお寺には今日のトークテーマの方と並び立つ法力を使うお坊さんがいました仏法の力でさまざまなことを巻き起こすことができる病を退散させたり雨を降らせたり仏法の力法力その法力争いで 今世界遺産に残るそのお寺の人物と相対した人物の今日は名前なんですこのお寺非常にシンプルのお名前ですもちろん正式名称はありますがあのお寺ですよそれに対してこちらもこのお寺と歴史上一対で出てくるお寺です 平安京都道にできて国を守るお寺としてこのお寺とこのお寺ができてこのお寺のお坊様は大変有名ですね先ほど言いました法力病を退散させたり雨を降らせたりこの人物と相対したのが今日のトークテーマの人物ですもうお寺そのものはこの世から消え去っておりましてなんとか寺跡の なんとかという人物です今日はちょっと難しいわかりましたか工房大使こと空海真言密教の根本道場としたのが東の寺と書いて当時正式名称京王五孝九寺といいまして国を守るお寺です 都の東にあったことから東の寺と書いて東寺と呼ばれ、そこに弘法大師空海が入って、庶民の救済に当たりました、東大随地の法力を使い、時の天皇からも厚い信頼を受けたという弘法大師空海です。その空海と並び立った人物こそ、この方。一方の寺を西の寺と書いて祭寺。 現在は祭事跡という石碑が立つのみです。そのお坊さんでありましたのがこの方。徳徳と言いますシュビン大徳ちょっとこれは難しかった。どうでしょう皆さん。弘法大師空海と守備大徳の法力争い。 時に都に雨が降らず日照りが続きまして時の天皇が雨乞いの命を下します。まずはこの祭事の守備太徳にその法力で都に雨を降らせよ。そう命が下りますが祈れど祈れど守備太徳雨を降らすことができずにその祈りは失敗に終わります。 続いて明学だったのが一方のお寺、当時の弘法大師空海。今、二条城の南に残る新千円で、雨乞いの霊場として今は長く信仰を受けます。その新千円で祈りを捧げて何とか雨を降らせようと法力を振り絞ります。しかし、空海の力をもってしても一滴の雨も降らず。 これはおかしいそう思いました空海は法力でその原因を調べるとなんとライバルシュビン大徳・タが雨乞いに一度失敗していますもし空海が雨乞いに成功したとなれば自らは名声を落とすことになりますそこでシュビン大徳・タ雨を降らせる竜の神々を全て 瓶の中に法力で閉じ込めて世の中から竜人がいなくなったことによってさすがの空海も竜人がいなければ祈れど祈れど竜を呼び覚まして天高く舞い上がらして雨を降らせるわけですからその竜の神々が一つもない全て瓶の中に閉じ込められたとあっては空海の力をもってしても雨が降らないということになっていたんです。 それが分かった空海、しかし、ライバル、守備大得に負けてなるものかと、最後の法力を振り絞って、竜神を探し求めたところ、なんと、女流王といいう神様が残っていたんですこの善女竜王を、うーん、その法力で見事に感情。 天高く舞い上がらして見事に都に雨が降ったというんですこうして主備大太徳と弘法大師空海の雨乞い合戦は空海の勝利に終わり空海は名声を高め主備は名声を落とすという結果になったんですその二人の明暗が 当時は今も世界遺産として多くの人を集め一方西寺はもう石碑を残すのみになってしまったこのお寺の将来にも大きな影響を与えたと言われています現在でもその法力争いで空海が誕生した竜の神様禅女竜王は二条城の南の新千円 空海が祈りを捧げた神仙園に神社の神様としてお祭りをされています神聖の中にあるお社に今も禅女竜王が祀られまして以降雨乞いの霊場として小野の小町が歌を読んで雨を降らせたり牛若丸が愛した静香御前も舞いを舞って雨を降らせたといいます我が国の雨乞いの霊場として以降神仙園は 数々の雨乞い雨をもたらした場所となって今もそのととと空海の雨いいい合戦がが語り継がれているということなんですぜひ皆さん一度また新千円二条城の南平安時代の平安宮にまつわる史跡としてはほぼ唯一と言っていい貴重な形でその池が残ります。 二条城ができたことによって大きさは小さくはなっておりますけれどもそのゆかりを残していますのでぜひ新千円神の泉の園地新千円をね訪ねて善女竜王お参りをいただきまして空海と守備大徳の法力争いに思いを馳せていただければいいのかなと思います。ということで今日はちょっと難しかったですね。 催事後の、しゅびん、たいとく、について、お届けしました。ほぼほぼ、毎日配信しています。らくたび通信ライブ版、今日、ちょっと旅へ。本日のトークは、ここまでとなります。さて、七百九十九回目の本日。終わりまして、いよいよ明日。 11月の20日月曜日夜の7時800回を迎えます特に何をするというわけでは今のところないんですけども、まあ、皆さんぜひ明日も楽しみに夜の7時お会いできたらと思いますさあそれでは最後になります心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を スキーなるーこのスキーなるーというところ皆さんも大合唱をいただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれでは行きますきっともっと京都をスキーなるなる ということで本日は第799回目のライブ配信をお届けしました明日800回目を迎えますぜひ明日もお楽しみいただきたいと思います本日もご視聴いただきましてありがとうございましたそれではポッチーこの後は NHK 大河ドラマもお楽しみください